郡山市で行われたふれあい体験農園は、農作物の栽培から収穫までを体験することで、食や農作業への関心を高めてもらおうという取り組みです。初日の今日は、多くの親子連れなどが、香りと甘みが特徴の枝豆、湯上がり娘の苗を植え付けました。というふうにこう食べ物が大きく育って、人の口に入っていくのかというのを実体験として学べるというのは本当にいい機会だと思います。枝豆は7月に収穫する予定で、さつまいもと大根の栽培収穫も行われることになっています。